うもニューヨークです、今回はですね屋敷軍団オーディション1あの屋敷軍団オーディションやりましてやりましたね軍団はい決まりましたねで屋敷軍団のメンバーになった好奇心のこうきくん、すごい金持ちなんですけど、うん、彼の家にちょっと行きたいなめちゃくちゃ楽しみですもうこれですとんでもないマンションはい僕ほんとここから家近くてもうこのタワマンが建つ前からずっと見てたんですよ徐々に建っていくところなるほどねでいつか俺も売れたらこんなタワマン住みたいなって思いながら見てた家に屋敷軍団のあいつが住んでます正直複雑です毎日見てるんだよ俺このタワマンマジでこれ本当に芸能人住んでますよ、うん橋本環奈とか住んでる橋本環奈とか住んでるよ多分広瀬とか俺家近那須川天心とかみんな住んでんじゃんこの中に行きたいなと思うんですけど、まあ、僕らだけで行くのもあれなんでせっかく屋敷軍団の一員の家に行くわけですから今回軍団員も呼ばせていただきましたおいなんで前通んねんあ、すいませんバカやろすいません、11年目ですいませんじゃあちゃんとお前側にそうですね、俺側についてくるもちろん、ありがとう自然とお前側にでも3人並んだ方がいい3人になりましたということで屋敷軍団の宇多間、そしてルイ君そしてザ・伊藤に来てもらいましたお願いしますお願いしますやったすごいね嬉しいよあいいねこう並んでみるとやっぱ俺だから偉いもんで 100m ぐらい先からあ屋敷軍団おると思ったもんありがとうございます嬉しいな会ってないもんこの街にやっぱワクワクするだろピッタリこの街にいや浮くもんこの街にこのやっぱ3人いや俺もあれだから A メンバー選んでるわアベンジャーズみたいと思う 100m ぐらいとかあ屋敷軍団やんと思ったいや光栄です嬉しいいやありがたいあ嬉しいなみんなジロジロ見てたよ屋敷軍団をあ、マジで花があるからそうそうなるほど嬉しいねありがとうございます違いますからねワクワクするだろう世界救いそうやろワクワクするわマジでこの3人今回はあの補欠の方から在藤を呼ばせていただきます、はい、今回は補欠代表として私が今日は頑張らせていただきますあ、ごめんごめんカップごめんないえ、で、あと一人今から行くこうきくんこうきのこうきくんで、はいが正式メンバーだそうそうそう3人3人が正式メンバー補欠がビッグオバラと伊藤あ、なるほどねあと今日はあの宇多間に俺プレゼントしてちょっと持ってきてあ俺のプレゼントこちらをあこれ、これ軍団員やからすごい、はい、ゴルバックあげる最高ですあセットとかじゃなくてあれドライバーとかなんかいや、素振り用の棒は一応つけたけど、はい、パターとかはあげないんだパターとかはないから俺の分しかでもカバンはこれあの僕知り合いの方に譲っていただいたカバン余ってたのでこれも宇多間にあげるね宇多間ねゴルフやってんのいや今から始めますもう軍団長がやってるからそうやっぱ軍団一緒に行けるようにいつでも一緒に行けるマジで軍団員の動きしてるやん時間あるもんなはい時間はありますはい毎日行けます打ちっぱなし近いんで、はい、麻雀も麻雀も麻雀もゴルフも呼ばれたら行けるように何でも行けますはい何でもまた始めていただければそれもそうね行きますね、はい、あなるほどはい何でも何でも始めてもらったら同じ同じことやる同じことやります任しこいどう伊藤伊藤いやいやびっくりしたあれルイ君はもう東京におんの僕ははいもう東京に来て引っ越してきたいやお金がないのでその同期の野方の家賃3万9000のところに今転がり込んでっていう形ですいいなだから今探してるんでなるほどねはいなんか部屋とか空いてたら全然住もうかなと確かにそしたら屋敷軍団が俺んちめっちゃ近くなるからそうですねもうはい住み着いたろうかなとか言う確かに、はい、お金ないやつの精一杯おしゃれなもんいやそれがいいのよそれがいいそうもうすごい清潔感あるしすごいおしゃれ頑張ってますよ完璧なおしゃれやん でもよく見たら多分、はい、あんまお金持ってるやん毛玉とかねすごい出てるんででもただ、はい、できる限りの綺麗めで今日ははい、そうさせてもらいましたはい、いい3人ですね我ながらいい3人本当に良かった軍団員のはいはい行こう行こういいオープニングやったな入り口分かんなかったもん入り口分からなかった俺も一周したからね入り口分かんなくて一周回ったようわーかっこいいスーパーかっこよくないかっこいいすごいかっこいいエントランスあ、ゴイ君いい開けてもらってはいうわすごい
当社です。あ、もう光ってる、押してないのに。住人の方がびっくりしたよ、何やこれ。ギッチギチで、このマンションの住人じゃねえよ、なんで。やっぱ嫌じゃん、人の人も。自分のマンションに屋敷軍団来るの嫌やもん。いやいやいや、綺麗でしょ、僕らも。タキシードですよ、僕。怖いよな。確かに、いない。清掃してるよ、すごいですよ。なんかつけてる。高い家にしか使わないやつだ。じゃあ行きますか。楽しみだぜ。おお。嘘でしょ。嘘だ。嘘だ。すげえ。どうぞ。いい。うわいい。ちょっとゴルフバッグある。ごめんね、マシーンありがとうございます。島津さんダメです。なんだ。ダメです。入るよ。ダメです。え、なんで？敵になったんでダメ。あ、ごめんちょ。いやマジでマジでそれは本当だ。本当に入る。お願い頼む。ダメ。じゃ本当に本当に本当に。ダメっつって。いやダメよ。なんでよ。ダメよ。なんで？島津軍団入れるっつって入れてくれなかったからダメだって言ったじゃないですか。伊藤はいい？伊藤さん先生。ルイ君と宇田川もいい。あ、もちろんですもちろんです。島津さん。ダメです。やべえわこいつ。いやいやマジでマジでそれは俺が来たんだからまだまだ一番楽しみしてる。ホント見たいのよ。嶋佐軍団1ヶ月活動休止とかしてくれますか。いや実質もしてるよ余裕で。今年に入ってから集まってね。ちょっともう最初で最後1回だけいい。分かりました。こいつも楽しみ。よかった危ねえ。こいつの顔がガチ聞いたろ。ここで靴脱いだよ。この辺で靴脱いでください。すみません。うえうわ嬉しいわ。なんか靴も高そう全部。ほんまもう余裕でゴルフしてる。ゴルフある。ゴルフするんだ。最近始めました。あ、マジ？あ、じゃあ行こうぜ。じゃあ軍団で行けるじゃん。え、ここもう何？あれがないやつだ。玄関ないんで、好きに脱いで。のやつやね。おー。あー、しかもシン君も。相方も、はい。ちょっと待って、ドア、おぉ行くぞ、ヤシ軍団。はい、どうし。うわ、なんだこれ。やっぱこうなっとんやな、ここ。うわー。ぐるーってこうなっとんや。あー、おしゃれー。あったけ？床段。床段すごい。あったけ。うわおしゃれ。すげえ。75インチ。75インチね。でワンちゃん飼ってんだ。あ、そうです。シンくんが犬を飼ってて、俺が猫を飼ってるんで、今好奇心と犬と猫で暮らしてる。はい。ちょっと景色見ていい？はい。何回もチラシとかで見たのよ。あっちが新築御苑が。ああすごいね。ちょっと待って、あんま言うたらないけど、もう俺ん家見えるやん。見下ろせるやんけお前。毎日見軍団長見下ろせるじゃないですか。ずっとこっからこう見とってみよう。俺しょっちゅう出てくるよ。うわーすげえ。すげえな。おしゃれこれ。あこういうの。おしゃれだね。で全部相方がデザインしてくれて、俺もデザインしたんだ。シン君がデザイン。はい、僕デザインしてる。日芸のイン出てるんでデザインとかできるんです。だいぶ DIY してんの。めっちゃ DIY というか業者に頼んで、だから柱とこの机とかも全部マジオーダーで。え、この柱もなかったの。もともとは真っ白いでかい柱があって。あ、これね。あ、なるほどね。これとあれで500万くらい。あ、マジ。なんか水も出てます。水も。お、猫用の水です。猫用の水。なんかザイトよりも多分いいもん飲んでるな。これ何これ猫用の水って。これ何なの。これずっと出てるの。流水じゃないと猫って飲まなかったりするんで。ああ。そうなの。センサーで反応して流水になるような。まあ、これ何シンクが描いたの。これは僕描いたやつです。こんなアバンギャルド。何これ。え、これもシンクの作品。これ、はい、これも。これもそうです。え、なんなん、すごくない。はい、これは開くん。あ、そうですね。これそういうやつ。そういうやつ。そのタンスです。これは売り物。このタンスは売り物です。おしゃれやな。おしゃれ。これいくらすんの。これいくら。何百万ぐらい。何百万すんのこのタンス。覚えてないです。はい、これ百万。はい、百万だってこのタンス。これ何。これおもろ。一個一個のものがさ、これ何これ見たことね。ゴミ箱です。ゴミ箱。ここが開くようになってて、捨てられるのと、あとまあペットボトルとかを潰せるみたいな。これが18万円。18万円。箱で。へえ。ゴミ箱で18万。このソファーとかもこれ高いだろ。これこれいいよ。これ80万円くらい。80万円。ニューヨークドル。
ヤホーしか買うてんの80万これこれでリーンロゼっていうブランドあ、なんかブランドなんだすごいやんはぁマジで80万ちょっと座らせてもらいたい。これはちょっと財布もちょっと混ぜる。今後はあんまないかもしれないから、80万のツアーに座れることなんて。これすごい柔らかいですよ、これ。すごい。嫌な乗り方。嫌な乗り方。柔らかさを理解するためにはやっぱり財布の体重をかけて。その乗り方俺やったら。すごいですよ、これ。やだわ。あのなんかのピョンピョンするやつみたいな弾力性ありますよ。あ、嘘。トランポリン。トランポリンみたいなこれ。いやもうと。うわ、いやだわ。寝てないから。ザ・ヒショー。寝てないんだね。ありがとうございます。あんまり良くない。あんまり。補欠やから、財布。いつ補欠やから。あんま後輩の後輩の部屋でそんなね、はしゃぎすぎない。いやいや、ちょっとでもこれは財布とテンション上がりますよ。テンション上がるよな。ごめん。これ、新婚センスなん基本、こういう内装は。はい。僕がセンスないんで、もう丸投げして。そうか、シン君がだから芸術系のあれやから。僕お金あるんですけど、センスがないんでほんまやな。これだからちょうど金持ちのいやらしさよりおしゃれ買ってるもんね。あ、本当ですか。うん、いやらしさ勝つんやよな、ロケで行くような金持ちの家って。そうそうそう。そのおしゃれ勝つって難しいのよ、こういう金かけた家って。ああ、まあ、でね、うん、貧乏でセンスあるやつが一番ダサいからね。一番かっこいいですよ。金持ちだけどセンスないやつが一番かっこいいからね。すごいところにこれジッパーついてるね。あれかっこいいジッパー。そのガチャガチャした服は一体どこで売ってるんだ。相方がそのワンシーズンに5箱ぐらい、ダンボール5箱ぐらい服買うんですよ。相方が同じ服基本2回着ないんで。で、それをなんかこれともお下がりですもらった。僕だから最近服買ってない。あ、じゃあシーズン持ち越すことはないの。今年着た服を来年も着るってことはあんまないの。あんまりないです、ね。アウターは？アウターはもうあんまりないです。アウターももう1年かけて。それなんでもう1回着たらもう着ない。新しいものをどんどん着たいんで。服が好きだからだ。人生が短いんで。そうだね、はい、人生が短いから服に度着ない。そうだ、お前ルイ君毛玉まみれのさ服着てさ精一杯持っとる金と。そうですよ。そうです。これ弟からもろたやつですから。5個下の弟からもろたやつです、これ。この辺、毛玉とか。うだんももう飲まれる飲まれる、一言もしゃべれない。40歳、足立区出身のうだまんがもう飲まれちゃって。うだまんは一回このマンションにウーバー届けに来てもらえ、うだまんここら辺配達してきた。あ、します。いやー、偉いな、やっぱり。その時あの正面から言えてくんなくて。やっぱ、ウーバー見てあっちだって書いてたよな。あっち行けて。なるほど。飲まれちゃったやし、運なんか。すごいですね。あー、いいわ。部屋もいい見て。そうね。下にワンちゃん。あ、こっちが風呂？まあ、普通。あ、スケスケ。うわ、スケスケ。すごいやらしいな。おしゃれやな。おしゃ、壁がおしゃれだね。あとは行ってとこは。トイレぐらいです、本当に。トイレとか。あ、あとはそれぞれの寝室な。僕の部屋とシンクの部屋の。あ、なるほどね。これはすごい座り心地ですよ。ごめんね。もう綺麗だな、壁もおしゃれやな。はあ、な、え？なんか変な絵ありますよこれ。え？タイトルつけるとしたら何やそれ、財布。これタイトルですか？うん。なんだろう。水流したやん。金持ち。ボートでね、ダメです。ザが邪魔して取れないんだよ。ザが邪魔ですか、すみません。ザが失礼しました。ザなんよね。金持ちの嫌味って感じですね、これ。嫌味？嫌味どっち？いや、なんか、あの、捉えていただきたい方に捉えていただければ。オッケー。いて、違った。調子良すぎるわ、あいつ。ちょっとリビング行こう、もう一回。いやー。ヒゲ入ってるやん、酒。酒、僕めっちゃ飲むんで。あ、酒めっちゃ飲むんだ。めっちゃ飲みます。おお。冷蔵庫に合わせてもキッチンも全部同じ素材で作って目立たないように。ホテルに俺分かんなかった一瞬。あ、これ冷蔵庫だったんだ、ね、あ、そういうことね。おしゃれだね。どうすんの、彼女とか連れてくることはないの。あんまないっていうか、お笑いやってるんで意味不明。いや、違う。社会人やって、うん、夜、平日の夜と土日お笑いやってるんで、うん、そんな暇が一切ない。あ、そうなんや。そっか。じゃあ飲みに行ったりもあんまないもん、家で飲むぐらい。そうですね。なんか芸人仲間とかここに呼んで飲んだりは最近してます。あ、なるほどね。芸人仲間ここに呼んで飲んでんねや。
キングオブコントとか M1 とかも芸人でみんなで見たりとか。なるほどね。スガちゃんさんとかと。あ、そう、来てんの。売れてからやることやってる。ここはもう買ってるんだよね。僕が買いました。これなんぼ。2億1000万円。あれ工事費、工事費が全部込み込みで家具とか含めて3000万ぐらいかかってます。こうきくんが買ったってことだよね。そうです。で、しゅんくんは家賃払ってます。家賃払ってます。あ、今、はい、なるほどね。このマンションは何、全部みんな買ってるってこと。そうです、分譲マンション、ね、分譲だね。しかも今めっちゃ上がってるよね。30、多分僕の時から2割3割も上がってる。もうだってできたの1年も経ってないの。去年の7月。そうだね。ね、そのできたと同時に応募して買って、はい、もう2割3割上がってます、うん。いや、もう買った時点で、買えた時点で価値を、ロレックスパターンよ。価値運タワーマンなんてこの辺の。いやー、それもローンで、まあさすがに一部ローンですね。前の家が結構高く売れたんで、まあ一部ローンとその売れたお金を使って。え、前の家、前もこうマンション住んでたの。前は麻布で9000万ぐらいのマンションに買ったら1億3000万ぐらい売れたんですよ。はー、なんでそのお金を使ってここを買った。素晴らしいね。本当にあの成功者がやってる動きやってる。そうか、みんなやりたかったです。いいねー。でも芸人か。いや、あと本当にお笑いで頑張るだけ。まあそうやな。綺麗だもん、猫ちゃんが。かっこいいね、これ。なんだ、今日みたいな名前してますね。ベンガル猫っていう種類で。ベンガル高そうやな。カノー姉妹とか飼ってるやつ。うええ、この猫いくら。あ、でも40万とかですね。うわ、猫ちゃんで。おのおので住みたいとはなんないんだ。やっぱ二人で常に顔合わせて、いつでもネタとかやれるように。そう、いつでも、はい、いつでも練習できるようにはしたいと言われてて。なるほどね。はい、こうでもしないと多分お笑いできない、社会人やりながら。なるほどね。あ、でもこの 2,3 年はもう一回お笑い頑張ってみようかっていうことで。え、結婚とかはどうすんの。そう、まだ考えてない。この3年ぐらいお笑いがっつりやってみて、うん、どういう人生になるか次第。だから この 2,3 年はもうそのモードで行くんだ。そうです、お笑いモード。お笑いモード。今何歳だっけ。僕34です。じゃあ37で芸歴が2年目とか。2年目です。じゃあ 5,6 年までにちょっとどうなるか。はい、できればお笑い一本で食っていきたいんですけど。今のできれば仕事をやらんでええぐらい。ただそこまで行くには、うん、その2人の年収考えると、うん、全部の賞レース総なめしても生活できない。そこやからな、俺の家。屋敷軍団の軍団長、俺あそこやから。情けねえわ、あの家本当に。軍団長よりはるか高いところに住んでるからね。宇多丸さんがどこいらっしゃらなくないですか。帰ったんじゃない。へこんで。これを見て。暗いすぎて。え、宇多丸さん。宇多丸さん。なんか斉藤が裏回しして宇多丸がフォワードやってるっぽい。え、宇多丸さん。どうしたどうしたこれ。どうしたどうした。何やってんすか。人んちで開けたってなんか言うぞ。何してるんだお前。暑いからちょっと汗かいてる。ちょっと汗、ちょっと覚えない。もう洗い方がね、足りないやつなのよ。もう全部一緒くらいだよ。コウキ君って社長ではないんじゃない、サラリーマンです。サラリーマンでこんなことなの。いけんだ。そう、割とこの給与の高い仕事をしてるというか。副業はしてない。副業はしてないですね。僕初任給がもう1000万ぐらいだった。外資系ってことです。え、シン君はずっと広告系の仕事だよね。広告代理店で、はい、仕事を、うん、もうずっと、はい、ずっと。あ、シン君いくつだっけ。僕は、あの、非公開で。非公開で。そうや、そうや、公開旅行シン君は非公開やねんな。パパ、お金持ちに見えるよ。あ、すごい、宇多丸の家みたいになってる。入ってゆっくりして。貫禄がすごい。新くんもその合わせれるんだ今、あの仕事的に時間は。あ、時間は割とそうですね。お互いその部下とかがもういるんで、ちょっと振ってる間にライブ行くとかそういうことができるんです。すごいな。屋上とか
もあるんで、よかったら、うん、あ、屋上行こう、行こうぜ、行こうぜ。あ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、ん、うだまのゴルフバッグにクラブか、あら、違う、あ、何してんの、あ、クラブあったっけ、クラブ入ってたっけ、あの、入ってなかったんですよ、で、あったんで、あったんで入れました。お前クラブパクってるやん、風呂入ってクラブパクってるやん。いいかなと思って。むちゃくちゃやんお前。ごめんな、小井君、これも無駄前あげてちょっと、うん、伊藤お前こういうとこだぞお前、俺の靴の上にバッグ置いてんじゃん。すいません、腹立つわ。すいません、そういうとこだよお前。ちょっとこういうのあったんで、ちょっと落語家波紋になったもんで申し訳ないです。ずっと言うてる。マジ最高なんやけど。いつ？いや、これは開放感のある人ができそうですね。開放感ある人できそう。はい。ちょっと頼むわ、開放感ある人。あ、こっちバック、こっちバックにしようか。ちょっと待って。伊藤！取れてない、取れてない、伊藤。まだ取れてない。え、取れてない。いいよ。ちょっとこれ全然当たりが来ない。スマホの方がいいか。ザ・エトー！撮ってないや、もちろん。撮れてるか見てからやるよ。え、撮れてんじゃないですか。今撮れてる、今撮れてる。イトゥー！よし、行け。開放感。ザ・エトー！今日も天気が素晴らしい！みんな、バレンタインはどうだった？スイートゥーなチョコレートもらった？伊藤はもらえてないぞ！じゃ、伊藤！あ、そんな笑い方してんの？はい。そんな怪人みたいな笑い方。いや、怪人じゃないです、あ、みたいな。気づかれました？はい。いや、ザイト一生懸命ハッて笑ってるつもりなんですけど、あの、H が発音されないでずっとアになってるって弱点があります。弱点だな。弱点がちょっとあります。いいエンディングじゃないか、これ。あいつの芸風はずっとわかんない。ちょっと、屋敷軍団これでもう一つになったから、はい、まあ、ビッグオバラもおるけど、はい、ちょっと頑張ろう。はい、コウキ君に負けへん家住めるように頑張ろうぞ、俺ら。負けないように、はい、頑張ります、マジで。で、コウキ君お笑いで、はい、お笑いでこの家維持できるように、はい、頑張ります。頑張ろう。いや、島さん君でぶっ潰そうぜ。ぶっ潰す。なんか、やけに敵対してるんだけどさ、怖い、様子おかしいで、こいつも。ちょっと次、島佐軍団の誰かの家行こうぜ。わけい、わけい、わけいに言って、今からでも行けるぐらいの距離やから、ね、で、気持ちランク落ちるくらいだからね、あいつも30何万の。そうやろな。いいとこすぎな。ちょっと軍団の家行こうぜ。ザ・伊藤の家も行こう、今度。いや、もうかかってきてくださいよ。4万3000で迎え撃ちますよ。軍団の家行く企画、ちょっといけるかもしれへんな。はい、行きましょうか。ということで、コイ君ありがとう。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。屋敷軍団から目を離さないように、皆さん。